ペンネームふっくらさんからいただきまして、えー、テレビで応援している側では勝っているときは早く終わってくれと思いながら観戦していますが <laughs> 選手はどのような心境で戦っていましたかといただきましたいやももうう一緒ですよもう勝っているときはロスタイム7分とか出ると7分って思います。<笑><笑> 3分でいいんじゃないって思いますけど、はい、でもやっぱりもう本当僕らはもう最後までもうやりきるしかないので、うん、もうそこはやっぱもう集中して戦い切ろうっていうことを考えながらやってますねまあ今回特にそれが長く感じた試合でしたもんねううもう実際時間も長かったですし余計、はい、やっぱもう状況も状況やっぱ長く感じる状況だったので、はい、もうすごくこうそこは、まあ、本当人生で一番長い7分っていう言い方がもしかしたらいいかもしれないなっていうぐらい長かったですね、うん、まあプラス最新技術でそのボールの中にチップが入ってるとか、はい、あれ別にボールこう コロコロ音がするわけじゃないでしょチップがなんか少しこうなんかやっぱ重さが違うらしいんですよあ、そうなんですかっていうのはなんか言われて、はい、なんかこれが試合で使うボールだよこれは試合じゃないよって言われて、はい、一応なんか練習の時に なんかマークがついててできるだけなんかそっちを多く使おうみたいな風にはしてましたけど、はいはい、でも正直あんまり気になるレベルではないで、ね。あそこまそれこそ、はい、こんま多分何グラムとかだと思うんです<ー>。なるほど、なるほど、そういう裏話もねつ、ね、けておいてます。そしてこれはですね、<ー>マユタンさんからいただきました。ありがとうございます。ますえー、まずはワールドカップお疲れ様でした。えー、今年アイスさんに3歳の息子とたくさん試合を見に行きました。えー、息子はゴンダ選手が大好きなんですが、息子はどうしたらゴンダ選手みたいになれますか？と言っています。<laughs> とこちら写真付きでいただきましたけれどもね。息子さんですねどうしたらなれるか,うんなんか僕が思うのは、ね、僕よりもいい選手になろうと思ってほしいなと思います。<laughs> っていうのはなんか僕を目指して僕みたいになろうって思ったら僕までしかなれないんですよ。<laughs> <ん>それだとベスト8いいけないんででワールドカップでなのでどうせ目指すんだったらもっと上を目指してもらって。 まあ権田選手よりも上手くなりたいって今の子供たちには僕は思ってほしいなと思います何も返せないですね <laughs> うそうですよね,すねなんて言えないじゃないですか <laughs> そうです <laughs> <laughs> じゃあついてまいりましょうか、はい、えー、これはですねペンネーム、えー、この方いきましょう直屋さんからいただきましたありがとうございます,いますえー、僕は小学三年生で、えー、三輪 FC でキーパーをやっています、うん、ゴールキーパーで一番大事なことは何ですか、うん、といただきましたこちら写真も届いておりますはい。うん そうですね、まあ、ゴールキーパーで一番大事なことというかもうこれサッカー選手みんなそうかもしれないですけどやっぱり常にこう、まあ、努力することっていうのが正直一番です、うん、やっぱりこういいこともあるじゃないですか試合勝った次の日ってあちょっと気抜いてもいいかなとか逆に負けたらすごい元気なくなっちゃって逆に練習したくないなとか思ったりするかもしれないんですけど僕はやっぱどんな時もやっぱ練習はやっぱ嘘つかないので、うん、やっぱ練習を本当集中してあの試合を想定してやってたらそれって試合で出せるんですね。うん、なのでだから僕は本当こういうい 試合で止めてるプレーとかもやっぱ練習でやってることが試合で出せてるっていうだけだと思ってるので試合で急にやっぱうまくはならないのでな,なので普段やっぱ練習で積み重ねることっていうのがやっぱ一番大事かなと思いますうそうやって詐欺沼 SC 時代も、はい、習ってきたわけですかそうですね僕本当小学校の時は本当楽しくサッカーやってましたあ,<ー>あの本当お父さんがご僕の父があのゴールキーコーチやってくれて、うん、そこでなんかいろんな練習を試してやったりとか,うかそういうふうに本当になんかうん なんかいろんなこうじゃ厳しい練習をっていうことよりも、やっぱ小学校の時はとにかく楽しく。あの毎日笑顔で、また練習したいなって思うのやっぱ大事にやってました、ね。うん、なんかお問い合わせも殺到してるみたいですね。今ねはい、なんか大変みたいです。<laughs> <laughs> でも嬉しいですよね。自分が育ったそうやって。いや、嬉しいです。ね、はい、うん。注目されるっていうのは。ただなんかそのさぎるわサッカークラブに、何かすごいメソッドがあるわけでもないですし。<ー>すごいコーチがいるわけでもないんですよ。ただ本当家族がみんな。 あの周りのと僕の友達の家族とかもなんかこう悪いことをしたら怒ってくれたりとか、うん、すごいいいことがあったら褒めてくれたりとか本当そういうアットホームな反対はクラブだったのでなんか僕はやっぱ小学生はそういう姿勢が大事なのかなっていうのはすごく思いますとにかく楽しむいうと、ね、楽しむですねやっぱ厳しいことよりもまず楽しむことがすごい大事な気がします、ねうん、じゃあ続いてこれはお芋ちゃんからいただきましたありがとうございますえワールドカップ本当にお疲れ様でしたえ感動ありがとうございましたえ質問なんですが大会が終わりご家族と再会し奥様やお子様からなんと声をかけてもらいましたかまた しばらくご,、えー、ご家族と離れての生活が続きましたが今一番家族で何がしたいですかといただきました、えっと、すみません実は、ね、えっと妻と息子はあのカタールに来ていたので帰ってきて長く、まあ、離れていたという、まあ、なかなか、ね、そんなコロナ禍でのワールドカップなので、うん、毎日会うことはできなかったですけど、うん、でもやっぱこう。 まあ正直2人はやっぱりワールドカップっていう舞台でこう僕も正直ね初戦の前は少し緊張してたりとかいろんなことありましたけどやっぱ家族はやっぱ普段一緒にいる存在でやっぱその2人がなんかいつも通りいてくれるっていうのが一番自分が素手入れるので。 あとはなんか息子がなんかワールドカップの前と今で今の方がサッカーの話を僕にたくさんしてくれるああなるほどすごくそれは嬉しいですしやっぱそういう子供たちのた<ー>がそうやってサッカーに興味持ってくれて明日もサッカー明日サッカーやりたいなとかって思ってくれるっていうのが個人的にはやっぱ非常に嬉しいなとは思ってますね一点伺っていいですかその、はい、今回も代表に帯同した西シェフが、はい まあ、振る舞ってくれた料理で一番好きなものっていうのは。僕は、はい、あの、つみれ汁が、いわしのつみれ汁から、<ー>を作ってくれるんですけど。もう一つ、ところ。はい。えー、僕、魚が好きで。えー <laughs> あのそういうなんかやっぱお肉とかも食べるんですけど、うん、今回まず豚肉が食べれないんですよあの宗教的そうですね。<laughs> はい、なのでやっぱ食べれるものって限られる中でやっぱ牛肉をたくさん食べ過ぎるとどんどん僕重くなってしまうので、うん、魚をできるだけ1日1回取るようにしてて、うん、で西さん僕がつみれ汁好きなのを知ってるので、うん、あのつみれ汁をあの回数増やしてくれて、ね、あと<ー>石狩鍋のようなこう鮭のお味噌汁みたいのを作ってくれて、うん、そういう汁物で やっぱこう温まるようなものっていうのは積極的に取るようにはしてましたね、はあ、じゃあ日本に帰ってきて食べたいと思った愛妻料理は何ですかねもうでもすでに何度か作ってくれてるので<い>あのとりあえずあのなんだレーバーのトマト煮みたいの作ってくれて、はい、それが昨日と今日食べたんですけど、はい、美味しくてはいまた食べたいって言いましたいやきっとその名所届いてるんじゃないですかね <laughs> 力が年、ね、季と分ましたねありがとうございます さて、えー、ゴンダ選手にはですね今年の漢字と今年のご流行語を書いていただきましたもう他では書いてない程度お願いいたします <laughs> え今年のまず漢字とはい、はい、お願いいたしますおこっちかすいません漢という字は,はい、はい、これはなぜあの本当にあのー まあ皆さんに感動したっていうふうに言っていただけたことがすごく個人的にはう嬉しかったのとあと僕は今回ワールドカップいろんなことを感じれたのでそれが個人的にはあのすごく印象の残ってるので感という感じで行はこれはこのでこれは取ってほしいなと思って <laughs> まあ今年もなんか流行大賞終わっちゃってらしいたけどただちょっと特別賞で今からノミネートでいってんじゃないかと思ってこれはあの静岡からあの声を大にして皆さんに言ってほしいなと思って、はいはい、ブラボーにしました。 え、そのトーンでいいんですか、ブラボー。そうですね。僕の技じゃないんで、それはあの長友さんに聞いてください。<laughs> 僕は使っちゃい、使うと怒られるんで。<laughs> なる <laughs>、はい、ありがとうございます。すみません、あの権田選手の出演、ここまでとなります。はい、今日、どうもありがとうございました。ありがとうございました。したぜひ、また遊びにいらしてください。お疲れ様でした。